五冠末期、太平道の教祖張角は民を率い大規模な乱を起こした。後に言う黄巾の乱である。張角はこの掃討の中、劉備なる男と出会う。劉備に諭され、その人徳に希望を見出した張角は掃討を中止。民をなだめ黄巾島を解体すると、自らは世を逃れ隠遁した。それから数年の後、張角が住む伊織をある同志が訪れる。佐治と名乗るその同志は張角にあの大徳劉備の危機を告げた。今劉備は流浪の身となり、曹操なる者に追われているという。かの者こそが希望、時代のためついえさせてはならぬもの。張角は劉備を救うため、今一度奇跡の術を振るわんと決意した。かくして張角、佐治、二人の同志が徐南の地へと向かう。城はすでに攻め込まれておるか。いいよ、なんと味方だ。2人、背徳はここで尽きるべきものとなる。特急に救援剣がある。うん、思ったよりも敵が多い。何か手を打たねばなるまいな。今こそ我らの奇跡を使うとき、敵を混乱に陥れようぞ。敵がいては祈祷ができるわ。今度とどめ解除してくれよ。大したものだ。その分まことに私を倒してください。な、ここを通りたくばです。約分家、お手合わせ願います。いざ。さあ、今こそ天に祈る時ぞ。ここに幻影の兵を遣わしたまえ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。なんだこいつら、攻撃が効かないぞ。
ましょう。ここに来るって予感がしたんだよ。ああ、劉備、覚悟してもらおうか。長官様、火星に参りました。他の同志たちも後から参ります。兄者、俺たちもやってやろうぜ。
次の戦でも俺様は必要とされてるんでな。悪いが今日の勝負はここまでだ。敵将、我が裁きを下した。大したものだ。この子は誠に心強い。我が知力試させてもらおうか。
スやからを撃て。おお、よくやってくれた。なんと、我が陣の守り、同時に破られる。進むのだ、新たな天下へ。